Welcome to the Fantasy Zone. Get ready. はい、どうもメガドライブ大好き阿部っちです。今日はですね、今年の頭ぐらいに一回動画を出したんですけども、これから、メガドライブで遊べるゲームっていうのがね、そのメガドライブミニとかじゃなくて単体のあのカートリッジでね、ゲームがどんどん出てきそうだという話をさせていただきました。あのそれまでも、海外からは、ちょいちょいね、メガドライブとかメガドライブの、互換機 MD 互換機とかでね遊べるゲームっていうのはちょいちょい出てたんですけども、いよいよねあの今年は結構国内産、今年リリースになるか分かんないですけども、今年のニュースとしては、国内産の、日本のメーカーが作ったメガドライブのゲームっていうのがね、出てきそうだという感じになってきましたので、そんなお話をさせていただきましたけども、その中でもやっぱりね、すごく反響が高かった、小城雄三さんの、作るシューティングゲームですね。やっぱこれあのもう期待せずには、本当にいられないという、もうその話を聞くだけでね、なんですけども、小城雄三さんの、ツイッターアカウントの方で、また新たに、画面、ゲーム画面の方とかあとサウンドの方とかね、出てきたので、ちょっとこちらをね一緒に見ていきたいというふうに思います。今ですね、ツイッターの方、開いてるんですけども、今ちょっと画面出ちゃってますけども、一回ちょっと、大きくして、見てみましょうか。こんな感じでね、タイトル画面が出てます。で、ゲームの名前が、アーシオンっていう、ゲーム名ですね。アーシオン。なんかアーシアンっていうのが最近あの、ガンダムの彗星の魔女でね、出てくる言葉なんですけど、アーシアンじゃなくてアーシオンっていうゲームですね。で、まあ、画面の方もね、これ見ていただくと、この多重スクロール、雲の多重スクロールといい、このスピード感といい、それからこの、何ですかね、磁気が発する、弾のこの発射音とか、あと、敵に当たった時の爆発音の SE とかですね、こういったものが、すごいなっていう、今、当時のね、メガドライブを知る人からすると、こんな音をメガドライブで出るのっていう感じのね、音が、聞こえてきてすごいなという感じですね。で、さらに、これは3月にね、発表されたものなんですけども、ちょっとこちら見ていきましょうか。こんな感じで、どちらかというと、こう、細胞とかエイリアンとかのちょっとグロ面になるんですけども、これが最初にね、発表されて、本当にメガドライブらしい、なんかこう、シューティングゲームだなという感じだったんですけども、さっき出てきた最新の画面なんか、本当にサンダーフォース4とかを思わせるような、本当に美しい、背景画面というところで、ちょっとさらにね、期待がすごい、大になったなというところもありますし、やっぱり小城雄三さんは、本当にゲーム好きなんだなっていうのがすごく、よくわかる、この、ゲームの画面の作りとか構成だなと、いうところもありますしね。で、まだ BGM は、そこまで、発表されてないんですけども、これに、その、小城雄三さんの BGM がさらにこう乗るっていうことを考えるとですね、正直、とんでもないゲームになるという予想しか立たないという感じですね。なのでね、ちょっとこちらね、本当にね、期待して、待ちたいなというふうに思っております。まあ、発売時期とかはね、発表されたかな。ちょっと発表されたらちょっと下の方に出します。発されてたような、されてないようなんですけど、まあ、やっぱゲームのね、あくまでも、こういった、お知らせなので、やっぱり開発がね、ちょっと、後ろ倒しになることっていうのもよくあることなので、まあ、あくまで目安にしかならないと思うんですけども、まあ、あとは、カートリッジの形でね、僕は出ると思い込んでるんですけど、さて、こちらどうなんでしょうというところも、まあ、あります。もしかしたら、現行機で、リリースするっていう形になるのかもしれないですし、なんか、どういう形で出るのかな。できればやっぱロムカートリッジで出てほしいし、やっぱメガドライブのパッケージでね、中にロムが入っていて、で、メガドライブに実機にこう、ガチャッと挿して、やるっていうのは、やっぱ儀式がね、ないとやっぱちょっとなかなか上がってこないなというところもありますので、ぜひともね、そんな形でなんか実現したら嬉しいなというふうに思いました。はい。いうことで、ちょっと短めの動画なんですけども、まあ、これは本当にメガドライブ界隈では本当に大ニュースだと思うので、やっぱ取り上げないわけにはいかないなというところで、動画にさせていただきました。
まあ、この動画良、かったなと思ったら、よかったらチャンネル登録とか、お気に入りとかですね、お気に入りじゃない、あの通知とかですかね、うん、そういったのとかいろいろしていただけると嬉しいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。阿部知でした。バイバイ。